冬はあたいの季節がよりゆっくり散るのだぞ。何が害なのかはわからないゆっくり大妖精です。それで今日はチルノちゃんどっちに乗るのかな。協力若元、それは伊藤役だよ。ああ、新宿若潮に乗るんだね。そうそう、その熟熟若妻に乗るんだったよ。チルノちゃんって若妻美味しくてシチュエーションが好みだったの。まあまずはこいつで暴走半島の端まで行くぞ。今洋館は持ってないよチルノちゃん。そんなものよりかき氷食べたいぞ。今は冬だからね。さすがに特急としか表示されないんだね。停止運用が消える255系が良かったけど仕方ないよね。機関通型の戦闘車のヘッドマークというか文字は横書きなんだ。なんだか丸っこいな。それでさっさと乗っちゃおう。5000番台だから中は旧あずさの0番台とほとんど変わらないね。武田ビシってやつだっけ。合ってるけどなんとなく違うよ。おお、ここだここだ。本当にこれだけ見るとかつてのあずさを思い出すね。外の色だけ変わっちゃったけど、これならそのままでもよかったんじゃないかな。危機更新はしているからね。うぷ主からこれ渡されたよ。暴走半島に行くだけなら乗車券の心配はいらないね。こっちが特急券だって。当時まだスマホを持ってなかったからチケットレスの画面をプリントしたものね。じゃあ朝ごはんにしようよ。朝ごはん、シューマイも冷たいままだから匂わないよ。そういう問題じゃないような。虎吉御用達だってうぷ主言ってたぞ。関東じゃわけがわからないよ。お野菜も食べないとダメだよチルノちゃん。野菜じゃお酒飲めないよダイちゃん。朝酒なんてうぷ主さんみたいな社会不適合者になっちゃうよ。の案内だったね。臨時の特急はみんなそうなのかな。でもあたい知ってるよ。こいつ臨時だけど毎週末走ってるじゃん。まあ車両は多岐にわたるんだけどね。定期運用から消えちゃう255系に乗れるかなって思ってたんだけど。まあどこかで機会はあるさ。時間はそうないけど。ところでなんでこれに乗ろうと思ったのチルノちゃん。大野半島で乗りたい列車があるんだけど、こいつに乗らないと間に合わないのさ。大野なんてイタリアをよく知ってたねチルノちゃん。お茶の水の手前で急行線から観光線に転線したよ。転線しないと最強じゃない東京に行っちゃうもんね。お茶の水駅の観光線ホームを通過して秋葉原に向かうよ。霊夢みたいな真っ赤っかな列車がいるぞ。東京メトロ丸の内線の2000系だよ。営業運転が開始されたのは約5年前だね。まだそこそこ新しいんだ。秋葉原か。霊夢とかさないの薄い本がいっぱいあるって聞いてるぞ。昨夜さんや陽夢さんもかな。あれ、
マリサは他の時期組に比べたら幾分か健全なんじゃないかな。まずは秋葉原に到着したよ。山手線や京浜東北線のお客をここで拾うのかな。ホームに並んでるお客を見ながら飲むチューハイは格別だね。今日は土曜日だけどどの道ダメ要請だよ。チルノちゃんてっぺんに登りたいな。あたいにぴったしってよく言われるし、高いところがよく似合うとか言われたのかな。両国国技館だよ。ガチムチの野郎たちが日々くんずほぐれつしてるんだよね。あたい白色だから知ってるぞ。あ、両国駅の3番ホームだ。あたいのお仲間がここから発車してたりするぞ。暴走バイシクルベースこと BB ベースだね。成田エクスプレスが走ってる総武快速線に今から転線するよ。こいつが通過するのを待ってるからチンタラしてるんだね。こちらは臨時だからね。仕方ないよね。そういや今度のダイヤ改正で潮騒にあいつが充当されるんだよな。そのせいか塗装変更後はシリーズ E259 になってるね。先頭車の連結面のことだね。ここ錦糸町駅の西側で観光船から総武快速線に転線するね。あとは黄色いやつを尻目に爆走するぞ。錦糸町の快速線ホームに入線だね。下になんかホームがあるよ。東武亀戸線の亀戸駅だね。すぐに分岐していくよ。黄色い8000系8575F だよ。今度はなんかまたいで行ってるよ。京葉線の方にある越中島貨物駅から小岩を結んでる越中島支線だね。総武本線の貨物支線でいいんだよね。新小岩信号場まではこちらと並走して、そこから小岩までは総武本線と重複区間になるんだっけ。知ってるよ。ここがあの荒川だね。でもここを渡った先もまだ東京都だからね。新小岩信号場駅だよ。貨物がいっぱいだ。越中島支線の他にもここから新金貨物線が分岐していくよ。え？新金貨物線？チキチキチルノちゃん、それはダメだよ。なんでさ、路面電車もそういうじゃん。貨物の線路が路面になってるかと思ったぞ。かなり強引な会社ブブブゴンだな。ほらここで新金貨物線は金町方面に分岐していくよ。そしてこの江戸川を渡ったらいよいよ千葉県に入るんだね。急に行き行きしだしたね、チルノちゃん。ってあまり変わらないかも。千葉はあたいのホームグラウンドと言っても過言じゃないし、どんどん行くよ。209さあ、まずは軽やかに市川駅を通過するよ。千葉県内最初の停車駅は船橋だっけ。窓側にそこそこ乗車してる程度かな。一番端っこの1号車だから真ん中あたりはもう少し乗っているかもしれないよ。地下鉄東西線の車両も見えてきたからもう西船橋かな。ここに快速止めたら阿鼻叫喚になっちゃうのかな。東武の打線が合流してきたからもう船橋だ。アーバンパークラインだよね。なんでも横文字にすればいいってもんじゃないと思うんだよな。だいたいアーバンパークってなんだよ。直訳すると下町じゃないかな。野田線の沿線なんて下町というよりただの田舎じゃん。チルノちゃん、誰もが思っても言わなかったことを堂々と言っちゃった。東武お醤油ラインの方がぴったりじゃんか。せめてソイソースラインにしなよ。そんなどうでもいいことより船橋に到着するよ。あう、餃子食べたい。シューマイ食べたばかりだよ、チルノちゃん。次は津田沼に停車するけど、津田沼市じゃなくて奈良市の市だからな。元は津田沼町だけどね。幕張車両センターには何がいるかな。 BB ベースがお休みしてたぞ。 E257 系500番台もいるよ。視認できるのはあと E217 か。千葉に到着したけど、なんだかカメラがフラフラしてるよ。うぷ主の見すぎじゃないかな。朝からロング缶2本は明らかに飲みすぎだよね。そうだね。ダメだよ、チルノちゃん、ちゃんと撮影しないと。あれ？あれ？千葉到着からもう1時間過ぎてるよ。ここどこだろう。次の駅を確認しようか。御宿しょって見えたから、千葉から御宿まで寝過ごしちゃったのね。あ、気持ちよかった。だから朝から飲みすぎなんだよ、チルノちゃん。大ちゃんだって結局あたいより飲んでたじゃんか。
阿波鴨川まであと30分ぐらいかな。はっはっは。仕方ないか。ここらでようやく海がちらほら顔を覗かせるようになるぞ。雲はあるけどいいお天気だね。まだまだこんなもんじゃないよ。勝浦市はボロボロ半島有数のリゾート地でカツオもたくさん取れるし、なんてったってものすごく綺麗なことで有名な森や海水浴場もあるんだよ。朝市やひな祭りも有名だし、勝浦担々麺も美味しいよ。千葉のことになると妖精が変わったようになるのに、房総半島の名称だけはボケ倒すんだね。チルノちゃん、あとうつ主さん、勝浦で下車したこともなければ担々麺も食べたことないよ。じゃふん。勝浦発車後すぐに海が間近に見えるスポットがあるよ。空と海の青色がチルノちゃんみたいで素敵だよ。しばらく眺めているとまだまだ見どころが出てくるよ。国道128号と勝浦バイパスがこの辺で交差するんだ。へえ、そうなんだ。カズサオキツだよ。無印下りワカシオは1本しか停車しないよ。勝浦から普通列車になるワカシオは覗いているんだね。上りはほとんど停車するけど、今度のダイヤ改正でどうなるのかな。本数は減るみたいだね。でも新宿発の臨時は秋葉原と津田沼通過ってあるね。結局それらの駅に停めても意味がなかったってことか。阿波小湊は宗教絡みで全列車が停車するよ。日蓮宗大本山の誕生時のことだね。日蓮が生まれたってとこは今は海の中だけどね。誕生時自体も改修の危機に直面したよね。身延さんが矢面に立ったからそれは回避できたよ。上総興津と阿波小湊の間に滑川アイランドなんてあったよね。2001年に閉園しちゃったね。機会があったらうぷ主そこで降りるぞ。阿波松を通過したらもう終点の阿波鴨川だね。今回はこれで終わるんだろうけど、次回チルノちゃんがやりたかったことがわかるんだね。今じゃ珍しい体験を大ちゃんにもさせてあげるよ。なんとなく見当はつくけど楽しみだよ。南ボーグマンス市のリゾート地、鴨川市の大老駅や阿波鴨川だよ。ニュータイプ付録のアニスのポスターはいろいろ衝撃だったね。あれは
小細工しなくても視聴者様は次の乗車電が何かは分かってると思うよ。まあお楽しみはこれからだってことでバイバイ。次回もよろしくお願いしますね。